大手商社の伊藤忠商事は使用する電力を AI で管理する家庭用蓄電池を発売します。太陽光パネルで発電した電気を自家消費するほど二酸化炭素の削減につながったと評価する仕組みで、削減した分の二酸化炭素の排出枠を必要な企業に提供すると、アマゾンや楽天などのポイントで受け取ることができます。二酸化炭素の排出枠の取引が一般家庭にまで広がるのは世界で初めてだということです。